逃げろ。さ、なんかあったんですか、なんか怖い、すごい怖い、なんか恐れ、ですかね、恐れおののいてました、なんかね、恐怖の感じ、はい、なんかびっくりしたんですかね。でこの最初のやつうまいですね。ストロークの部分、ストロークのクライマックスの前の、はい、ストロークに力を入れてます、ね、ストロークがメインでした、はい、そうですね。この番組は毎週オープニングにフジロックフェスティバルのキャットステージを盛り上げるために猫ちゃんに関するニュースをお送りしています。そんなステージはないです、ね、今年からでしたっけね。今年からね、キャットステージが設けられるということで、キャットステージはないですね、はい、ね、猫と戯れられるステージってことですよね。子供とかね、連れてったら子供が楽しめるみたいな、はい、あ、まあいいけど、キャットステージ、キャットステージ、はい、だからステージじゃないですね、キャットステージですね、ステージじゃないですね、それは別にたまにあるらしいですよ、キャットたちの曲みたいなやつも、キャットたちの曲、あのパフォーマンスみたいなのもあるみたいですよ、ね、猫たちの、猫たちの、はい、ステージなんかな、まあ、みたいですね。さあ、今週の猫ちゃんニュースはこちら、あのメジャーリーガーが猫ポーズ。メジャーリーグのエンゼルスに所属する大谷翔平選手が試合中に見せたパフォーマンスがファンの間で話題になっています、うん、大谷選手がホームランを打ちベンチに戻りチームメイトとハイタッチをする中で、猫が苦手な選手に対しておどけた表情で招き猫のようなポーズを取るいたずらをして爆笑を取りました、うん、この姿を見たファンからは SNS で猫のポーズ取る大谷さんかわいい、猫谷翔平じゃんと可愛さを称える声が続出しました。猫谷翔平じゃん、いいですね。これまあでも、はい、大谷翔平ニュースですね、はい、いや違いますね、これ猫ちゃんニュースなんでね、猫ちゃんニュースなんで大谷翔平、はいはいはい、要素の方がなんか強いですよね。そうです、いやまあまあでも猫ちゃんのね要素めちゃくちゃ入ってますから、大谷翔平要素強いし、はい、チームメイト、うん、猫が苦手な選手いますわ。あ、そうなんですよ ね、うん、それちょっとだからまあみんながみんなそれはもちろんね猫好きなわけじゃないんで、だからあの今なんか大谷翔平選手はこう写真では兜、うん、はいはいはい、かぶってますか、はい、これいつもですか。これ知らないですか、はい、これホームラン打つと兜のパフォーマンスがあるんですよ、ヒコニャンパフォーマンス、ヒコニャンの兜っぽいですけどね、ヒコニャンのやつですよ、兜の種類も似てますけどね、ヒコニャンってことですか、ヒコニャンってことじゃないですね、ヒコネ城のあのね、ヒコネ城のゆるキャラの結構初期の頃にね、そう人気出ましたけど、人気を博したヒコニャンの、ね、ヒコニャンの真似してるわけじゃないですか、大谷翔平がね、大谷翔平さん相当猫好きということで、ヒコニャンやらないとますけど、大谷翔平選手、これからもヒコニャンよろしくお願いいたします。そういうことじゃないです、はい、それでは早速参りましょう、ハライチ354回目のターン、改めましてこんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。サービューです、うん、フジロックはじ、はい、め夏に向けてね、いろいろフェス野外ライブありますけどね、行、はい、かない、あんまり行かないでフェスみたいな、行、まあ、かないですね、ロッキンジャパンぐらいですね、ロッキンジャパンにスピッツが出る時しか行かないですね、うん、でもいいんだけどね、なんかこのフェスをさ、ロッキンとか出ると、うん、もう本当に誰も入場規制かかるぐらいパンパンになるんですよ、はい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 、その時に、うん、なんかこうちゃんと、ね、まあ、何曲ぐらいやんだっけな、あれはな、うん、フェスで、まあ、6、7曲ぐらいやるかな、うんうん、の中で、うん、みんなが分かる曲ちゃんとやってくれてるっていう、あ、なるほどね、この、うん、自分がめちゃくちゃファンだけど、うん、そんなにファンじゃないんだろうなって人もテンション上がってるような様子を見て楽しんでます、ね、うん、それ分かれるよね、アーティストでも尖って、はい、うん、その全然そのアーティストファンじゃない客いるのに、うん、はいはい、全然あんまり有名じゃない曲やるアーティストもいるよね。それどう思うんすか、澤部さんは。ふざけんな。知ってる曲やれよって、うん、なんかファンも思わないのかな、うん、あ、もうちょっとイージーなやつやってあげたらって、
その方がファン増えるよって思う。私たちは楽しいけどね。私たちは楽しいけど、まあ、うん、ファンを大事にしてるというのもね、あるんだけどね。ということで、そんな中、こんな話題もありました。ビックラポンの必勝法が話題に。くら寿司のゲーム、ビックラポンと人気バーチャルライバーグループ、うん、2時3時のコラボキャンペーンに向け、ツイッターに必勝法が投稿され話題に。書かれていた必勝法は、ビックラポン人気セットを頼むと確実に1個景品獲得、うん、はあはあはあ、今なんか名前変わってんですよね、ビックラポン人気セット、うんうん、なるほどね。あとシャリをハーフにしてより多くお皿を稼ぐ、はい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 、アプリの注文で550円に1回回せる、うん、あ、なるほどね、なるほどね、なるほど、などなど、そうなんですよね。だからまあ必勝法というよりこうたくさん回して、そうそうそう、まあ確率をというね、まあまあ、あ、でもそうなんね、ビックラポンってね、鬼滅の刃とコナンのコラボしかやんないんじゃなかったですね。たまたまそれしか見たことないですけど、我々ないよね。我々ちょっとね、それしか見たことない。二時三時でやるんですって、でも必勝法は実は言うとあるんですけどね。え、うん、まず、はい、店に入るときに、はいはい、まあ、一礼するとか、うん、そうですね。で入って、まあ並んでたら、はい、待合席みたいなのありますよね。はいはいはい、待つスペースね、スペースの 席、はい、席には他のお客さん座らせてあげて、自分は座らないで立ってるとか、それ別に関係ないですね、うん、それは別に、うん、まあ別に良き行いかもしれません、はい、それ関係ないですよ、いいお客でいるってことはまず大事。あと、はい、お寿司を、はい、とにかく美味しそうに食べることです。うん、それ別にこういうのもう全部見られてますから。誰にですか？運営です。何ですか運営？運営、その運を司っている、運営です。はい、運を営んでいる機関、運営です。運を営んでるで、はい、あってますよ。字一緒っすよね。はい、運営ってその運営です。スタッフさんサイドの運営でしょ、はい、いや違いますよ。え、運を司っている機関、うん、こういう風にだから徳を積んでいけば、徳を積む、はい、運営は認めてくれますから。ギャンブラーがやってるやつでしょ、そのよくギャンブルとかパチンコ行く前におじさんがやってるやつでしょ。そんなこと言ってたらもう本当に当たんないですよ。意味ないです、おじさんのなんか見かけみたいなやつでしょ。そんなこと言わないでください。運営に切られてしまいますよ。いや、お前運営、やめてください。やめろ、お前らの力なんて信じないからな。もうこいつ終わんないわ、終わった、バカ野郎、澤部終わったわこいつ。いや、でも変わんないですか、別にそれで。これ二時三時のやっぱね、うん、ビックラポン当てたい方は、はい、まず行く前にね、はい、二時三時の動画をいっぱい見ていく。二時三時の運営、動画をいっぱい二時三時サイドのなんかも見ていく、気分も、はい、よくさせる。そうですね、うん、でお腹ペコペコにしていく。あ、いい客、その日はもう何も食べないでもいいぐらい。でお寿司食べた時うん、まいめちゃくちゃうまいって、ああ声に出してもいいぐらい、うん、うまいってそう、ああうまいって、ああ、うん、でなんかちょっと200円の寿司とかもちょっと頼む。あ、いい、ちょっといいやつも、はい、そうそう、あ、だから安いのばっか行って、ね、うん、で安いのばっか行ってビックラポン回そうなんてあんまりよろしくない。全然当たんないそんなやつは。必勝法じゃない、うん、あれよ、1巻しか載ってないやつとか、はいはいはい、うん、あれとかも全然頼むよ。あ、うん、そうか、そうよ、いいやつね、うん、あ、そういうことなんだ、そういうことね、試してみてください。試してみてください。今週もよろしくお願いします。お願いします。ファナで、はしごした話してましたね。そうですね、はい、まあ歯ぎしり用のね、私はマウスピースをこう作る歯医者さんと、はい、あと抜けた歯を入れるための、まあ、行きつけの歯医者をはしごしたっていう話したんですけどね。で、そのマウスピース用の歯医者の先生が、うん、あ、なんか歯抜けてますみたいな、奥歯みたいな、ね、入れましょうかとかね、うん、あとちょっと手前のところが虫歯になりかけてるんで、はいはい、直しましょうかとか、うん、すぐ治療してこようとしたっていう話ね、うん、すぐ治療して、まあそれは当たり前ですよね。それはでも本命の歯医者で私はやってもらうんで、うん、マウスピースを作るだけのつもりで来たし、うん、そういう約束ですよねっていう話をね、うん、約束はしてない、約束ですよね。めんどくさい歯医者だったっていう話をしたんですね。いやいや、そういう医者としてね、うん、歯医者さんとして、はい、当たり前のこの、ね、いやでもそこはマウスピースを作るだけの関係だから、そこの歯医者とは、ね、関係というのはちょっと分かんないですけど、うん、その、はい、二股みたいにずっと、その本命の歯医者さんその後行って、うん、ちゃんと治療してもらったっていう話です、ね、治療してもらったっていう、うん、はい、この話を聞いたリスナーたちからメールが来ましてね、うん、なんか全員同じ感想というか、うん、はい、疑問なんですかっていうか全員、はい、うん、ラジオネームマウスピース職人、うん、私は
歯科技工士という仕事をしています、うん、マウスピースや入れ歯の製作をする仕事です、うん、岩井さんがマウスピースを作ったということですが、うん、いややってしまったなと放送を聞いて思いました。何？それは2軒の歯医者に行く順番が逆だったということです。外れた被せ物の入っていない状態の歯型でマウスピースを作ったら、うん、被せ物を付け直したところが浮いちゃうじゃないですか。外れた被せ物の大きさにもよりますが、柔らかいものなので全く口に入らないなんてことはないとは思いますが、うん、適合は悪いと思いますよ、うん、歯科関係者は歯科医院をセフレに例えてる場合じゃないぞ岩井と思ってるということです。なるほど、ね、逆に言っちゃってます。あなた順番を、いやそのね、はい、俺は奥歯を治療したのよ、はい、で前歯だけのマウスピースなの俺。その前歯だから奥歯のマウスピース作っちゃうと奥歯までね、そうですよ、噛み締めちゃってそう、うん、なんかギリギリやっちゃうから結局マウスピースごと、うんうん、だから前歯だけこう設置するタイプの、うん、前歯だけのマウスピースなの、だから関係ない、うん、素人がごちゃごちゃ言ってくんな。素人じゃねえ、この人は。この人は、歯科技工士ですし、この人は、素人じゃないですし、うん。そういう素人って、だからそういう意味の素人じゃない。俺はもうちゃんと、こういうの慣れてくから。歯医者との。その、歯医者とは、散々遊んできてんだから、俺は。遊んできてるっていうか、いろんな歯医者行って、途中で治療やめちゃったりとかして、行けなくなって、いろんな歯医者行ってるだけでしょ、うん、別に関係がというか。いやいや、でも、本命の予定が最初にあったから。はい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 。うん、はい、で、マウスピースは空いてるとこに入れてるから。本命の予定はずらさない、俺は。うん、そこは別にいい。ちょっと時間あったらマウスピースと、そこはいいんですよ。会ってやるかな、みたいな感じだから、こっちはね。なんか別にそんな、うん、もう関係ない。関係ない。ごちゃごちゃ言ってくんな。おい、歯科技工士が。怖っ。こいつ、ごめんなさいね。マウスピース職人さん。お前もまあな。マウスピース職人なんだから、ね。俺の本命が、あってもいいよって言うんだったら、一回ぐらい作らせてやってもいいけどね。やば、まあ、本命に確認すんの、本命がいいよって言ったら、いやいや、本命がいてもいいよって言うんだったら。ああ、ね、これこの人がね、2番手、3番手でいいよって。作らせてやってもいいけどね。何ってんのこれ。ハライチのターン。ハライチのターン。この番組は、イノワックコーポレーション、緑安全、他各社の提供でお送りします。日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたイノワック。キッチンスポンジから枕、マットレス、ゲーム機やスマホの中にある衝撃吸収剤、素材が持つ機能を高める会社。その快適、実はイノワック製です。イノワック。澤部さん知ってます？緑安全のヘルメットってたくさんの会社で使われてるんですって。へー、あ、これもそうだ。ね、そうでしょ。あ、ここにもあった。まさかこれは違うよ。これもだ。本当にいっぱいある。もしかしたらあなたのヘルメットも緑安全のものかもしれない。急に階段風。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。8月5日土曜日は今回初めて140を開催します。私のゴイゴイスーな同期を生んだシガーでお話をさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。ほらほら回れよ。はぁ、回れって。ほら回れよ。はぁ、ハライチのハライチのターン。ハライチの岩井勇気です。サービューです。この時間は TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのターンをお送りしております。ここで新コーナーのお知らせです。はい、今、この番組はですね、イノワックコーポレーションさんと、緑安全さんがスポンサーとしてね、ついてくれてるじゃないですか。しばらくこうついていただきまして。ありがとうございます。ありがとうございます。高いです。さあ、はい、特にですね、緑安全さんはもうエイプリルフールにね、猫を使った嘘をつく愚行はね犯しますけれども、ちょっと、ファニーな、ね、ジョークですよ ね。これはちょっとやってしまうところはあるんですけれども、うん、定期的にね、こうみそぎスポンサーになってくれるというね、その上にですね、はい、番組特製の笛まで作ってくれてまして ね、本当お世話になってます。ありがとうございます。高っ。
さかなクンみたいな。CM にもね、こう、起用していただいたりね。CM も、我々のね、個人的に CM もやらせていただいて、本当に嬉しいです。めちゃくちゃ、なんかあの、入ってたじゃん、なんかもう。言いがかりですからね、毎回岩井さんがそういうなんか言いがかりつけて、やっていただいてっていうね。猫を使った嘘っていうのは、エイプリルフールでもちょっと愚行ですんで。いや、別にやってるとこ結構多いと思いますけど、ね。このままだとお世話になりっぱなしなんで、うん、ちょっと今後ね、うん、我々がこう、ちょっと文句言いづらいみたいな状況になってしまいますんで、どういうこと？イーブンに持ってこうということで、7月の1ヶ月間、緑安全さんのコーナーをやって、これもう関係をタイトルに戻そうということになりました。どういうこと？ということでこんなコーナーをやります。もっと安全確認くん。なんか前やってたやつ。前やってましたよね。前やってた安全確認くんのコーナー、前やってたのは安全確認くんのコーナーですけれども、はいはい、今回はですね、全く新しいコーナー、もっと安全確認くんというコーナーになりました。いやいや、音も一緒だし、この前やってたコーナーで、はい、もう対等にならないでしょ、関係性。いや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 、これはもう本当全く別のコーナーですんでね。あ、そうですか、中身が、はい、中身も全く別ですんで、まあ、最近聞き始めたリスナーのためにね、どんなコーナーなのか前のやつを説明いたしますと、はい、緑安全さんはですね、前のやつを説明しようとしてますか。前のやつを説明するってことはもうそのままやるんでしょ、グレードアップしたやつです。前のやつから。そうです。そしたらもう全く違うものですからね。緑安全さん、ちょっと聞いてみてください、はい、すいません。緑安全さんは、工事現場をはじめ日常の安全を守っているんですけれども、リスナーにも日頃から安全確認をする意識を高めてほしいということで、日常のシチュエーションに対して安全確認くんがどんな安全確認をしているのか送ってもらうコーナーを、グレードアップしてやります。グレードアップしてだけつけたけど、はいはい、うん、一緒じゃないですか、ね、もっと確認するってことです。もっと、あ、もう確認の度合いを、確認のもう、はい、だから中身としてはまあ一緒だけど、一緒というかね、もっと確認しますんで、グレードアップっていう、リスナーにはね、たくさんのメールを送ってほしいということで、はいはいはい、過去に採用されたものを紹介いたしますんで、同じ過去の紹介して、こんな感じですよっていう、もっとこれよりももっと確認しろよってことです、ね、こんな感じですよって過去の4話でしょ。こんな感じでしたけど、もっと確認しろよっていう話なんでね、うん、はい、参ります。はい、ラジオネームダサク、デパ地下のお惣菜、美味しそう。量り売りの値段舐めてませんか？あんかけでグラム数を稼がれた挙句、ちっちゃなトレード、800円ぐらいになりますよ。これ名作なんで覚えてるわ。はい、これ、ね。これ。これも高いですからね。高いんだよ。もこれも怖くて買えないよね。お惣菜。量り売りはちょっと。サラダなのにって。そう。なるよね。こんな高いんだよ。ラジオネーム、わなびーもち。みんなでゲームセンターにあるカーレースで対決しよう。対決するのはいいですけど、終わった後のこと考えてますか？1位になった人だけもう一回遊べるよみたいのが出てきて、その人が俺まで待ってる時間ができますよ。あれは最悪だよね。だよね。あれはちゃんとしてほしいよね。そう、これもなんか覚えてるな。一人だけやめれなくなっちゃって。そうそう。で、ね、その一人が終わったらもう誰も後ろにいなかったりなんか。なんか俺みたいな。最悪、勝ったのにね。お互いにとって良くないもんね。最悪ですよ。あれは。ラジオネーム、シャカリッコロンブス。あれ？この虫は窓の外にいるのか？いや、中にいるのか？中にいますよ。割と至近距離で気づいたときは、後の祭り、飛んできて、うわってなるので気をつけてください。うわってなるよね。はい。びっくりするよね。はい。その時で。名作ですね。やっぱこの3つは。名作ですから。素晴らしい3つですね、はい。こんな感じでございますんで、はあ。ネタ中にね、この笛を鳴らすタイミングも変えてください。このコーナーに採用されたリスナーには、緑安全さんが作ってくれた番組特製の笛、プレゼントいたします。はい。これはね。ちょっとね、これがいい。謎の猫がしっかり描かれた。うん、ちょっと鳴らしてみますか。うん、ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。いや、ピーでしょ？わかりました。綺麗。綺麗です。素晴らしい音色ですね。ね、今の。もう。お手本のような。上の会社と言ってもいい。上の会社。上専属じゃないですね。上の会社と言ってもいい、ね。上専門じゃないですね。素晴らしいですね、はい。ということで、安全確認くんへのメール。はい、懸命に安全とか安全確認くんなどと書いて、うん、ht@tbs.co.jp、うん、ht@tbs.co.jp まで送ってください。はい、
さらにお知らせございます、うん、前回好評だった緑安全さんとハライチョタンがコラボしたオリジナル折りたたみ防災ヘルメットの再販が決定いたしました。おー、はい、こちらまた手元に来ました。番組キャラクター謎の猫をね、うん、あしらったヘルメットでございます。これはもういけますか、岩井さん。これはもうね、皆さんこれ被るの好きですもんね。そうですよ。これがまたねちょっと簡単なんだよね、このね組み立て方が。バタンって、そうそうそう、カチカチってのがね、ちょっと開いて、もうできたんだ、カチカチって、はいはい、もうできてるんだからね。やっぱこうすぐ簡単に開けるというのもね、それはやっぱり、はい、早もうかぶってます、ね、早い、はい、早いですね。似合いますね。災害を追い越せますから。ああ、はい、素晴らしい。災害を追い越せるから。名キャッチだね。災害を追い越せますっていう。うん。そういうことですよ。だから、早くないとそれやっぱりね、いざという時ね、全然使っていただいて大丈夫ですよ、緑安全さん。災害を追い越せるヘルメット。キャッチはまあ、キャッチはそれはまあね、緑安全さんの方であると思いますけど。ありがとうございます。使っていただけるということで。これが再販ということでね。うん、はい。7月の一ヶ月間販売しますんで、はい、うん、前回購入できなかった人も購入した人も新たにね、うん、買って備えていただきたいと思います、はい、TBS ショッピングのサイトで詳細確認してみてください、はい、緑安全さんいつもありがとうございます。一ヶ月間購入してます。お願いします。美容院も行きたい、まつげパーマもしたい、でも結局貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。今年の夏も大昆虫展、 TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウン、夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは東京スカイツリータウンスペース634で7月15日開幕。詳しくは大昆虫展の公式ホームページをご覧ください。ハライチの岩井ゆうきです。サービューです。今時間 TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのターンをお送りしております、はい、NBA ね、アメリカのバスケのリーグ、うんうん、NBA のまあその携帯ゲームみたいな、はいはい、なんか結構こういろいろあってね、うん、まあちょろちょろやってたん、ずっとこうさ、バスケ好きだからね、うん、中には結構うん十万課金、はあ、したゲームも私ありました。そんなもんですか。岩井さんもっとですか。例えばパズドラ100は全然超えてますよ。あなたはやばいですね。うん、まあ長いもんね。まあ、正直パズドラも、ね、もう10年だから、ああまあ100じゃ効かないんだけど。すさまじいよね、うん。まあだから10年もやってないけど、まあ、はい、そう、うん、10万、俺の中ではもうちょっとやっぱすごいハマったやつとかもね、うん、ねあったりしながら、はい、うん、こう定期的になんかいろいろこう、なんか時期によっていろいろこう遊んでたんですけど、うん、はい、NBA オールワールドってね、うん、ゲームがありましてね、うん、はあ、それがナイアンティック社、わかりますか。わ、うん、かんない。ポケモン GO の、はあ、ポケモン GO の作った、あポケモン GO を作った会社、海外のか、そうそう、ナイアンティック社のその NBA のゲーム、うんうん、でポケモン GO とこの同じシステムというか、うん、なんて言うんだっけあのシステム、この、うん、本当に街中さ、うん、歩いて、うん、ゲームの中のキャラクターも同じとこを歩いて、あれな、あの、そう、冒険システムだろ。ほんとかっこいい。正式な。街中冒険システム。街中、ダサ、うん、うん、命名、街中冒険システムって言ってる。位置情報。ああ、なんか正式名称ね。アプリみたいな。みたいなね。それなわけよ。
で、こうやって街中歩いてると、うん、選手がブワーンっていきなり出てきて、うん、その選手とちょっとこう戦って、ああ勝つと、その選手こうスカウトゲットできて、みたいな。ちょっとストリートバスケみたいな感じ。そうそう、バスケみたいな。うん、で、その選手また育てて、うん、で、そうするとまた、このポケモン GO も俺もちゃんとやったことないんだけどさ、うん、ジムみたいなその、はいはい、なんか、まあ、戦うスポットみたいなのがあるのよ、街中にいろいろ。あるよ、うん。で、そこ行くと、いろんなこのユーザーが、ランキング、うん、ベスト10ぐらい、そこのスポット、戦うスポットでのランキングみたいなのが、10人バーって、ユーザー名バーって出てて、そこを誰かこう倒すと、ランキング入れて。なるほどね。で、上のやつらどんどん倒してって1位になって、そこを守り続けられれば、みたいなのがあったり、で、それでこう、いろんな他のイベントもあったり、みたいな。で、まあ NBA 選手が実名でさ、登場してさ。実名なんだ。で、俺的にもグラフィックもなんかかっこいいし、もうこれ最高だと。で、今年の1月ぐらいに配信スタートしてるわけ。はいはい。だけど、俺はちょっとこう乗り遅れちゃって。うん。1ヶ月前ぐらいに、もうや、始まってんだこれってなって。そう。まあ遅れながら。もうダメよ。ダメってことよ。ダメってことだ、ね、お前の1ヶ月の遅れは、3年の遅れだと思った方がいい。俺のガチでやってる人から。あ、人たちのね。だ俺もなんか1ヶ月前ぐらいに始めて。調子に乗れんのは、リリース1週間までだね。で、めちゃくちゃ飛ばしてね。金かけて。いや、そう、ガチ勢にはなかなかね。そう。で、1ヶ月前ぐらいに始めて、うん、まあ、楽しくてね。あ、そう。久しぶりにハマりにハマってね。やっぱ楽しいんだ。歩きまくってましてね。お台場でお昼さ、うん、ポカポカ終わってね。ああね、え次の仕事が汐留、うん、日本テレビだ、ああみたいなやったらもうじゃあ歩いてこう。ってとんでもない距離じゃない？汐留、なんか意外と近いみたいなイメージあるけど、あるね。半端じゃないよ、半端じゃない。うん。ねえ、レインボーブリッジ歩いて渡ろう。うわぁ。つってさ。まあ気持ちいいだろうしな。本当にレインボーブリッジ、うん、車で通るときに、はいはいはい、歩いて渡ってる人、はい、どうかしてんだよ。でこの距離どれぐらいと思ってんの？いや俺はそう意外と別に近いんだなと思って歩き出したんだけどね、うん、わーってレインボーブリッジ入って、うん、レインボーブリッジ渡るだけで 4,50 分かかるね。そうだよ、でかいね。絶対俺もあのレインボーブリッジの真ん中ぐらいで、うん、この人がいた時に、うん、こいつ今後悔してんだろうな分かってねえんだろうなぐらいやっぱ長かったけど、うん、でもレインボーブリッジの途中でなんかあるんだよ、腰掛けるスポット。へえ、そこで、そう、そこでちゃんと腰掛けて止まって、こう、携帯、またそのゲームね、うん、遊びながら、みたいな。で、こうやってやってると、そのスポットがあんの。うん、その戦うスポットが、レインボーブリッジの途中にもこうあったりするのよ。とんでもないじゃん。そう。ああそこで。行けってことなのそれ。まあ、行こう行ってできるよっていう、ああそこにもあるよっていう。で、そこ あ、そこはもう近くだなと思ったら、そのスポットのところにちょうど、おじいさんが、止まってなんか携帯いじってるから、こいつまさかみたいな。おい、ジジイプレイヤーが、まさかいたのかみたいな。そのおじいさんすぐ、まあ、なんか歩き出して、ファーって行っちゃったんだけどさ、俺はそこのスポット行って、今の人ランキング入ってんのかなとか、ユーザー名、沖縄で入ってたりしないかな。なんで沖縄なんだ。沖縄で。おじいさんが。おじいさんが沖縄で入ってたりすんのかなとか、なんかそういうドキドキもあんだよ。なんかこの人と戦ってんのかなとかさ。でも結局、お台場から新橋、3時間ぐらいかかったね。途中泊まりながらやってるからさ。何やってんのよ。3時間ぐらい歩いて。3時間ぐらい歩いて。でも、それで新橋の、ちょっとよく行くこの定食屋で、食った唐揚げとエビフライとイワシフライ、刺身の定食ね。結構食ってんじゃねえかよ。めちゃくちゃうまかったね。そういう楽しみも。まあちょっと体動かして。そう、体動かして、飯うまくなる、酒うまくなるみたいなさ、とか。あと、なんか営業先で、最近ちょろちょろ行ってた営業ね、三河安城行った時に、俺が休憩時間、あの辺なんて何もなかった会場の周り。なんもないやん。なんもなかった、ちょっとこうね、田舎の方で。お散歩行ってね。なんか行ってたな。そう。あれももう NBA オールワールドやるために。へぇー。500ミリの水、一本持って、携帯握りしめて、すごいじゃん。1時間ちょっとお散歩ね。炎天下の中。で、またこの地方行った時にやる、それがまた楽しいんだよ。へぇー。地方行ってまたその戦うスポットがあるわけ。で、そこ行ってさ、なんか、およそもんかみたいな感じなわけで、やっぱもうね。
感じではない。よそもんがさ、みたいな感じで選手が登場してくんの。そいつらボコボコにしてく感じ。ボール一個持って、名古屋まで遠征に来ましたみたいな。それで全員投げ倒してく。そう。それがなんか気持ちよくてね。宮城亮太みたいな。そう、なんかね。ストリートで。そうそうそう。で、そこで1位になって、なんかしてね。おざした。みたいな。あいつ誰だったんだって。三河安城こんなもんすか。で、去ってく感じ。それが気持ちよくてね。いやっつって、またいろんな土地でやったりしながら。で、そういうのやってると、どんどんこの強い選手もゲットできてね。結構ランクももう最高クラスの。はいはい、デビン・ブッカー、ジミー・バトラー。すごい選手がいるんだけど。悪魔？悪魔？悪魔の名前だったけど。悪の？悪のじゃない。悪の。デビンが、デビル、デビルの感じでしょ？違う違う。デビル、デビン・ブッカー。デビン・ブッカーと。ジミー・バトラー。いやいやいや、両方悪のさ、バスケチームのやつじゃん。悪の選手じゃないです。悪のバスケチーム。二人ともトップクラスの。すごいですよ。デビン・ブッカー。ジミー・バトラー。悪のやつじゃねえか。体でかい悪のやつじゃねえかよ。いいもんです。いいもんです。めちゃくちゃいいもんの。まだ紫色のやつだよ。悪魔じゃねえかよ。めちゃくちゃ悪魔のキャラじゃん。いいもんのすごい選手ですから。二人もゲットしたりとか。うん、いや、これもうたまんないなーつって、この二人育てようみたいな。うん、いや、こんなにハマったのはもう。悪のチーム作り出しちゃって。悪のチーム作り出しちゃってんじゃねえかよ。ブラック NBA を作ろうとしてないから別に。そうなの？いや、最、こんな久しぶりこんなハマったのみたいな。いや、最高だっつって。うん、で、2、3日前ね。うん、またお台場で終わって。うん、それだけだった。たのかなその日仕事、うん、はいはい、またちょっとレインボーブリッジ渡ろうと思っていやもう後悔 しただろ。だってレインボーブリッジまた渡ってたの、うん、歩いてね、うん、でまた途中のその戦うスポットがあってさ、うん、そこで止まってね、うん、プレイしようと思って、うん、プレイし始めて、うん、でまずランキングこの10位のやつ倒してさ、うん、10位のやつ倒すと俺がこうランクインされるわけでね、うん、でそっから9位1位全員倒せば、うん、自分がこう1位に行けるわけですよ。そこのスポットのね。そうそう。で、全員倒すぞっていう、うん、次9位こいつだな、みたいなユーザー名見て、うん、したユーザー名の隣に、ボットって書いてあるわけ。うん。あれこんな書いてあったかな、みたいな。うん。で、9位からその8、7、6、5、4、3、全部ボットって書いてあるの。はぁ、あ。カッコボットって。うん、で、その、何あの、コンピューターみたいなさ。うん、うん。で、CPU。CPU みたいなことだよね、うん、ボットって。うん、って書いてあって、あれなんか俺これ全部ユーザーだと思って戦ってたんだけど、うん、全部ボットだったよ、その。あれって。だからもう、お前、そんなスポット行ってるやついないのよ。あれって。まずそれの、多分人口がそこまでいないんだろ。そういうことなんだよな。うん、それが俺なんかすごい怖くなってきちゃって。うん、みんななんか英語で名前書いてあってさ。うん、だから別に英語、その、もう表記はもうアルファベットだから、うん、その、全然気づかなかった。で、ボットもなんか、ユーザー名だと思って俺はなんか見逃してたんだけど、全部ボットって。うん、うわって一人でなんかそこで、レインボーブリッジで気づいて、それに。うん、で、ばって、フジテレビの方とか、うん、お台場の海のちっちゃい島とか、見て、もうなんか誰もいないんだよ、人が確認できない。で、俺がふわってなった瞬間、レインボーブリッジの、うん、この上の方じゃなくてね、中の道路の横だから、歩行者のとこもね、そこを一瞬、一台も車が通んない瞬間があったの。うん、その瞬間なんかもう怖くなっちゃって、うん、俺一人で、ボットと戦ってないから、なんか俺が人類代表で、ボットを倒さなきゃいけない。そのボット君は何なの？ボット君を全部倒さないと、人間たち戻ってこれないみたいな、怖くなっちゃって。異空間入っちゃって。そう。で、そっからさ、ちょっと小走りで違うスポットを探さなきゃって、そっからいろんなスポット、いろんなスポット探すんだよ。で、ここは結構多いかな、みたいな。人通り多いスポットとか行ってさ、探すんだけど、全部ボットだ。それはもう、それはもう、お前しかやってないゲームなんだよ。こんな人気ないの、このゲームって。びっくりしちゃって。はず。そんなことなんだね。ボットボットってなって、いや、さすがにこれはないよなって。そんなバカなことないって。うん、俺がこんなハマってんだもん。うん、普段あんまりハマらない、携帯ゲームに。こんな魅力的なゲームなのに、つって、うん。今どんな状況なんだろうって。うん、多分すごいやり込んでる人もいるだろうし。う
そういうなんか攻略のサイトとかもあるだろうしな、みたいな、うん。ネットで今どんぐらい盛り上がってるのか、つって、うん、このナイアンテック、NBA オールワールドみたいな調べてたら、うん、わーってなんかネットニュースみたいなのがわーって出てきて、うん、ナイアンティック、230人リストラで一部タイトルサービス終了。うわ、やば出てきて、うずだろって調べたら、うん、NBA オールワールド終了なんだって、もう。これがめちゃくちゃハマったゲーム、うん、もう終了らしくて。うわー。だからお前もそのさディストピア的なところにいたんだよのとこにもう荒廃した世界にお前だけ人を探していたんだよ。迷い込んじゃってたんだな、お前。そのまま終了したらそのゲームにお前閉じ込められるぞ最悪だよ、こんな、どうしてくれんだよって、俺のこの炎天下往復、命を削りながらさ、めちゃくちゃ楽しくやってたのに、いろんな選手ゲットしてさ、頼むから、だからナイアンティックさん、考え直してくれないかっていう。もうダメよ、終わりよ、そんな。これでずっと歩いてるでしょ、うん、何時間もさ。だから、ちょっと前に言ってさ、プライベートバスケで左足首言わせたやつを、未だに治らない。ずっと治りかけで歩いて、治りかけで歩いてやってるから。それはもう済ませない。そう、なんとか続けてもらえないか。ハライチのターン。ハライチのターン。昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園。パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園。出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海荷、松尾隆、村井邦夫ほか、TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。 TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th アニバーサリーツアー Started from Candies。 キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年。最新アルバムの楽曲とともにキャンディーズナンバー満載。9月2日東京国際フォーラムで開催。詳しくは TBS ラジオイベント情報まで。ハライチのターン。この番組はイノワックコーポレーション、緑安全、他各社の提供でお送りしました。歌ってもさ、もうダブルからさ、もうなんかコロコロコロみたいな感じ。コロコロコロみたいな感じ。コロコロコロ。それ何？コロコロコロみたいな感じ。コロコロコロ。それ何？ハライチのターン。ハライチの岩井ゆきです。サビューです。この時間 TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのターンをお送りしております。はい、この間サンシャイン池崎ね、はい、同期の芸人と飲んだんですけれども、はいはい、池崎がこの思ってなった時に、後輩連れてっていいかって、池崎が、言って、池崎仲いい子のね、渡辺の後輩のリンダカラーっていうね、コンビ、今3人になってんだけど、トリオね。太鼓っていうね、やつがいるんだけど、はい、そいつを連れてきたんですよ、ね。はいはいはい。で、まあ3人で飲むこともたまにあんだけど、で、なんか喋りながら飲んでて、店で。で、太鼓、他の先輩誰仲いいのって太鼓に聞いたら、いや、この間そういえば、元衝撃戦隊の、柴田さんと、はいはいはい。犬コネクションの戸川さんと、静岡にうなぎに食べに行かせてもらいましたって。そうそう、言ったの。で、俺らからしてみたら後輩じゃん、その二人。全部ね。あ、そうなんだ、つって。で、その、太鼓がさ、ちょっとその時の話を聞いてもらってもいいですかって言うわけ。どうしたのって言ったら、柴田と、その戸川と、うなぎを食べに行こう。静岡にってなったんだけど、この柴田と戸川は同期。あ、同期なんだ。の先輩。衝撃犬コネクション。そうそうそう。で、後輩の太鼓。で、さらに後輩の、このカジ君っていうね。カジっていう、やつが。で、その4人で行くことになったんだけど。で、当日。行く当日、太鼓がこうレンタカーをね、こう手配して、はいはい、で、まあ、運転しながらこうみんなのことを車で拾って、まあ、出発したわけなんだけど、途中こうパーキングに寄ったのって、でうなぎまでまだ時間あるから、ちょっとここで
多少腹ごしらえしようって、はいはいはい、うん、でなんかそのパーキング自体もちょっと屋台みたいなのがなんか並んでるところで、いいね、軽くね、でここで太閤が疑問に思ったのが、うん、この旅はこの支払いがどうなるんだろうっていう、うん、こういうご飯とか、うん、なんかもろもろの支払いどうなるんだろうって、うん、でさ、まあ、芸人はさ、うん、まあ、基本先輩が払うみたいな、そう文化はね、まあ、ルールはあるわけじゃないですか、はい、うん、でも太閤も、まあ、一応この、まあ、戸川と柴田っていうことを、うん、まあ、売れてはいない先輩と言ってるってことで、はいはいはい、まあ、全部払ってもらいたいとは思ってなかったらしいのよね、うんうん、ある程度はこっちも出しますよっていう、まあ、そうそうそう、そんな感じで、うん、でどうなるんだろうなって思いながら、うん、まあ、なんかみんなチリジリにこう屋台に行ってチリジリに、なんかチリジリに行ったらしいんだけど、うん、でそこでなんかちょこちょこ自分でなんか食べ物とかを買ってたんだって、まあ、はあ、はあ、うん、でまあね、最後このアイス屋の前でみんな集まって、はい、で4人でこうアイスここの買おうかみたいな話になった時に、うん、まあ、並んでたら、あの戸川が、うん、ちょっとこういうあの細々したものはこう自分たちでこう払ってもらって、うなぎは俺たちがおごるからって、うん、メインはそうそう言ったんで、で太閤はその時に、うん、あ、なるほどと、うん、これでちょっとまあ明確になったから、あ、はいはい、あ、よかったよかったって安心だって、その日のルールがね、そう決まったから、うん、じゃあまあこういう細々したものは全然出しますっていう感じで、うん、でパーキング出て、で太閤のまた運転でこう走り出して、うん、で静岡着いて、でまあ目的のうなぎ屋にね、うん、こう入ったらしいんだけど、うん、でまあまあいいところで、でみんなでこう席ついてね、こうメニューをこうパッと見た時に、うん、うな重が、うん、4000円だったって、はいはいはい、うん、まあこの今で言えば別に普通の値段じゃん、まあ、うな重はまあね、うな重それぐらいはするよね、するよね、でもその時に、うん、この柴田と戸川の先輩二人の間で変な空気が流れたのパッとメニュー開けて見た時に、そう、なんか変な空気が流れたのを感じたんだって、はあ、でまあそれも気にせず、まあ美味しく食べてで、え、お会計ってやったんだって、うん、で伝票を柴田がこう受け取って、うん、その伝票を見た時に柴田がその後輩二人にここはおのおのでって、おお、なるほど、どうしたどうした、でも太閤はすごいびっくりしちゃって、まあ、びっくりですよね、え、うなぎはおごるって言ってたけどなって思ったらしいんだけど、うん、柴田が顔見たらなんか本気のトーンで言ってたからあ、その時に太閤 はってそうっすよねって、うんうん、言ったんだって、あ、でもこの太閤が連れてきたさらに後輩の家事はなんか かわいそうじゃ ん、 なんか、まあそうね、で太閤が一応連れてきてるから、うん、いやこいつのお会計どうしようかなみたいな太閤は思ってたらしいの、うんうん、でそのまごまごしてるうちになんか戸川が、いやいや、ここは俺らが多めに払おうよって、おー、うん、柴田に言って、お、先輩二人が1000円ずつ多く払うことだったって先輩二人が、うん、はい、そう、1000円ずつ多く払うことだったって、出して多めに、でも太閤はおごってもらえるって聞いてたけどなってなった。まあ、って言ってたからね、うん。さっきね。で、そのまま店出て、うん、もうその時点で太閤は目の前が歪んでたらしいんだけど。そんなに、うん、そんな、どういうことって、うん。おかしいなーって。でも一応、なんか1000円ずつ払ってもらってるから、うん、ごちそうさまですって言ったんだって。店出たとこで、どうしようかなっていうね、うん、言葉を。一応言ったんだって。言ったんだ。でその後帰りも、まあ、太閤の運転だったんだって、うん、でこう先輩たちを家まで送って、ああ、でここでこのレンタカー代とガソリン代はどうなるんだっていう話じゃないですか、はい、うん、でこれが全くの4人の割り勘だったって、はあ、いやさすがにちょっと太閤自身も、ああ、まあそのね、自分はあれだけど、その後輩の額は悪いから、うん、ちょっとその分はちょっと払ってあげないとかなって、なんだかんだでまあまあの金額になっちゃうよな、 それね、いう動きをしてたら、うん、それをなんか察してまたこの先輩二人が1000円ずつ多く出したんだって、うん、1000円ずつだけ出す、そう、でその先輩二人と、うん、こう下ろして別れた時に、まあ後輩2人になって、太閤が家事にごめんなって言ったっていう、
ちょっと嫌な事件があったらしいんだ。まあ、ちょっと嫌な事件だね。うん。確かに。で、これをこの間、うん、その話を聞いて、うん、実は、太鼓がね、うん、犬コネクションさんのラジオにこの間呼ばれたんですよ。ほう、うん。で、スタンド FM ってところでやってる犬小屋ってなんかラジオなんですけど、うん、ってゲストでやってその事件のこと話してきましたって言ったから、うん、俺はその飲み会の後にね、犬コネクションのラジオを聞いたの。はいはいはい、うん。話聞いたからね。それが、その静岡うなぎ事件っていうのが、3週にわたってやってたんだよ、なんか。ラジオで。うん。そう。すごい特集組んでるじゃん。うん。で、その3週っていうのも、1週目に、普通に戸川が、その相方の杉浦ってやつに、その、うなぎ食べに行ってきたみたいな話を。エピソードトークをして。して、で、そしたらその杉浦ってやつが、ちょっとおかしくないって、そう後輩かわいそうじゃないみたいな話になって。うん。で、じゃあ、来週太鼓を呼ぼうよっていう話になって、2週目に太鼓が出て、その事実をバーッと喋って、で、これでも、柴田の意見も聞かないと分かんないな、みたいな話になって。はい、もう一人の先輩に。で、3週目に、その柴田を呼んで、で、太鼓と、その、カジってやつも来て、結局その5人でラジオみんな集めてやってたんだけど、で、俺それ全部聞いたときに、なんか3週目で、柴田が出てきた時の、この言い分が、いや、なんか、ちょっと言い訳がましいっていうか、あれ？なんか意外だな。うん。そんな感じ？柴田？なんか柴田も、なんか最終的に、いや、金のことで、やっぱ旅行中にごちゃごちゃ言うの嫌だったんで、みたいな。ああ。なんかそんな何金欲しいのみたいな感じのテンションああ、うん。で、そんな感じのなんか論点がずれた言い訳に、ちょっとだけ言いくるめられて、全員が。後輩たちも。うん。なんか柴田のテンションに、うん、やっぱ同期のやつもそんなになんか強く言えないというか。柴田がちょっとこの強めの空気をまとってるからね。そうそうそう普段からね。後輩もなんか言えなくなっちゃって。太鼓もなんか釈然としないまま、その放送がなんか終わってたのね。で、俺も、そのラジオの後に太鼓に会って飲み会で話聞いてるってことは、あんま納得いってないね。ああ、だからちょっと聞いてくださいみたいなね。そうそうそう。テンションなわけだよね、太鼓、うん。いや、だからこれ多分納得いってないんだろうなって思ったから、ちょっとこれもう一回集めようと、俺は思ったの。岩井兄さんが、そう。岩井が動く。ちゃんと話を聞いて、なんか誰に責任がこれはあるのか、この事件にとって。はっきりさせようと俺思ったわけ。で、後日、こう、池崎と仕事だった日に、その後飲もうってなったから、ちょっとそのメンバーを集めようってなった、ね。ここしかない、うん。で、まあ、居酒屋に呼ぶんだけれども、なんか、俺がやっぱ一番先輩だし、はい、池崎と俺が。なんか、そうやって話聞くと、やっぱ、この、なんて言うんだろうな、太鼓にちょっと肩入れしちゃうかもしれないなと思ったわけ。あ、まあ、そうね。そうそう。うん。うん、で、気持ち的にもそうだし。まあね。だから、ちょっと、もう一人芸人を呼んだのね、でこいつは適任なんじゃないかっていうフラットな立場のフラットな立場だし、まあいろいろ聞いてちゃんとしたジャッジを出せるやつなんじゃないかっていうのがそんなやついるいて、これ誰だと思いますか誰だ本当に適任のやつですよ小竹正義か正解ですしかいないわな。そうだよな。弁護士芸人。そう。弁護士芸人。小竹正義官。小竹正義官を呼びまして。はあ。うん。で、まあ、その飲み会が。裁判始まる。そう。その飲み会が開かれるわけなんだけど、全員なんで集められたか分かってないのよ。飲み会始まった時点では。はあ、うん。で、一通りこう飯を食べた時に俺が、池崎と、そろそろ始めますか。怖い。なんだよそれ。そう、いやちょっとまあ、この間太鼓から、静岡のうなぎの事件を聞かせてもらって、でその後で犬コネクションのラジオも聞かせてもらって、なんかまあ、解決しないまま、なんとなくうやむやになって終わった気がしたんで、ちょっとここでちょっとはっきりさせたいなと思って呼んだんだけど、と思って、すごい。でもう小竹も知らないから。ああ。じゃあ俺が、そうか。今から全員の事情を聞くから、それを聞いて、最終的にジャッジを小竹してくれる。すごい。すごい展開になってきてる。で、
まず、あの、犬コネクションの戸川に、うん、こう、事情聴取をしたわけなんですよね。うん、うん。で、まあ、その、なんていうの、事件のことを、大方話してくれて。うん。で、そのさ、やっぱり、後輩を連れてく時点でも、うん、全部は、やっぱ奢ってもらうのは厳、奢ってあげるのは厳しいっていう。っていうのはもう思ってた、ね。そもそも戸川も思ってたし、ね、全員の認識でそういうのは、うん、全部っていうのはなかったらしいよと。うん。うん、で、そのパーキングで、まあ、みんなチリジリになって買って、うん、で、お会計どうするんだろうってなった時に、うん、いや、だから戸川も、うん、え、これの旅はどうしようかなって思ったんだけど、うん、アイス屋に来た時に、うなぎはおごるから、こまごましたものは、うん、このね、払ってくれみたいな。言ったって、うん。で、その時に、まあ、言った。うん。で、全員いたから、うん、まあ、共通認識でそうなってたんだと思ったんだけど、うん、その、うなぎ屋でお会計の時に柴田が、うん、いや、ここはおのおのでって言った時に、うんうん、いや、戸川自身もびっくりしたなって。はあ、うわって、うん、え、なにこいつみたいな。言ってるからね。うん、戸川、あれ、俺言ったのにって。でもなんかその、やっぱり柴田のその感じで、うん、戸川もなんか言えなくなっちゃって。はあ、でもその時点で、実は戸川も、うん、なんかもしかしたらこれに乗っとけば、うん、あの払わないで済むかもしれないっていう気持ちはちょっと働いてたんだって、うん、そうか、そう。でもさすがにそれは悪いかなと思って、うん、柴田にもじゃあ1000円ずつ出そうよっていうことだったっていうことを、うん、まあ、戸川は言ったんですよ、ね、まあ、わかりますよ、うん、で、じゃあ終わりました、え、太鼓どうですかって、うん、今の話間違ってるとこありますかって言ったら、うん、やっぱちょっと、うん、やっぱ戸川も自分にいいように話してるようなところがあって、うん、あの、あ、ここは、おのおのでって言って、うん、太鼓が、その、カジっていう後輩にね、うん、ちょっと、お金出してあげなきゃって、まごまご、この、なんか、ごちゃごちゃしてるやりとりを見て、うん、戸川は、わ、やばいってなって、はぁ、なるほど。1000円ずつ払おうかっていう話をしたから、はははは、から悪いから、1000円ずつ払おうかっていうことじゃなくて、うん、なんか、俺が言った手前、うん、なんか、ごちゃごちゃして、うん、後輩に太鼓を払わせるようなことになったら、うん、なんか変な感じになるから、うん、これちょっと1000円ずつ払わないとなみたいな感じになって言ったみたいな、はあ、自分にいいように話してますみたいな話を戸川を、はあ、太鼓はしてたわけ、うん、はあ、で、じゃあ柴田はどうなのって、はいはい、柴田、うん、で、柴田は、うん、なんかこう、まあ、戸川がそのパーキングで、うん、じゃあこまごましたのはこのおのでアイス屋さんの前でね、そうそう、うん、で、うなぎは払いますみたいな言ってたのを、やっぱり聞こえてたんだ。聞こえてるのか。柴田自身も。うん。でもその時柴田は、あ、俺はうなぎ以外を払うつもりだったんだけどなって思ったって。はぁ、うん、って思ってきてたのか、柴田は。そう。うん。で、戸川がパーキングでうなぎ払うって言った時も、うん、いや、ちょっと俺のプランと違うなって。うん。うん。思ったんだ、そう。思ったらしいんだけど、そう、でも戸川のうなぎを払うっていうのを聞いてるわけじゃん、うん、でもうなぎ屋行って会計を見た時にはなんかその旅が楽しすぎて、うん、その戸川がパーキングで言った言葉を柴田は忘れてたってこと、はあ、うん、うん、まあまあまあ苦しいっちゃ苦しい苦しいっちゃ、うん、苦しいっちゃ苦しいけどね、そうそうそう、でも俺はただこうね事情聴取に徹して、うん、誰にも肩入れしないようにそうね、聞いてた感情のこの揺れはね、そう、見せない絶対に、うん、うん、で、小竹さんよろしくお願いします。そこでもう、まあそうだよね。そう。もう最後はだよね。うん。で、まあ、小竹が言うには、うん、あの、注目すべきは、この事件において1点です、うんうん。あの、パーキングで、出た。アイス屋の前で戸川が、うん、うなぎは俺たちが払うわって言ったとき、うん、柴田はうなぎ以外を払うつもりだった。うん、つもりだった。だとしても、この件に対して解決しなければ、うん、後々どういうことになるかっていうのは容易に想像つくことじゃん。うん、はあ、あと、後々だから。あ、その、それ聞いた時にそうね。そうそう。自分と考えが違かった。お金の件でごちゃごちゃなるっていうことは、はあ、あの、誰しもがわかることなのに。そのタイミングで。でもそこで柴田は黙ったんだよ。うん。黙るということをしたの。うん。うん、で、どうにかうやむやにすれば払わないで済むかもっていう多分気持ちも働いたろうし、はあ、黙ったという、はあ、黙るという柴田は犯行を犯してるわけなんです、ね、それがダメなんだ、そう、はあ、うん、小竹正義なるほどって、ね、分析さすがですね、はあ、うん、じゃあ、 あの小竹さん判決をお願いします弁護士なんだけどね、うん、
そしたら、うん、わかりました。うん、太鼓、無罪。無罪。うん。戸川、自分の罪と向き合えてるということで、執行猶予2年。はい。柴田、うん、懲役4年。懲役4年柴田、元衝撃戦隊、はい。そうですね。柴田、懲役4年。懲役4年。戸川、柴田、どちらも詐欺罪ということになりました。詐欺罪だ詐欺罪だ、判決を下った時も、柴田やっぱ反省の色なかった。ああ、よくないはい。情状酌量の余地なしということで、これにて閉廷でございます。違う、すごい小竹も出てくる。すごいんだけど。なんかちっちゃい渡辺の事件。渡辺の事件が。渡辺事件をちゃんと法律で裁く。もっとすごい大きい事件あるけどね、よその事務所。ハライチの、ハライチのターン。ハライチのターン、そろそろお別れのお時間です。ラジオクラウドのほか Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでアフタートークを配信しています。配信はこの後深夜3時くらいになります。こちらもぜひお聞きください。大変でしたね。大変でしたよ。岩井さんが集めて開いたんですね、その裁判、ね、すごいいい裁判でした、ね、いや今解決したんならよかったですけど、なんかやっぱり、うん、その犯罪を犯す人って、うん、その自分に後ろめたい事実の時は、うん、言い訳してから、うん、やっぱこう言うんだ。ああ、そうなんだ。柴田は、うん、もう忘れてたと。うん、戸川の言ったことを忘れてたっていう時に、うん、これは本当に、もう言っても信じてもらえないと思うんですけど、その時俺忘れてたんですよって言ったの。それとかもう完全犯罪者のやつ。信じてもらえないかもしれないですけどっていう、この枕がつくと、それをなんか、そう。うやむやにというか、うん、しようとしてんだ。事実のところは、ちゃんと、ベラベラ喋るっていうか、前置きをしてから後ろめたいところ言うんだよ。いや俺もうこれで柴田とかがさ、うん、今ピンでしょ、うん、ネタ頑張ってさテレビとか出てたらさ、うん、あれでも前科あんのにって思っちゃう。前科あるけどあれなんかもう出てんのテレビって思っちゃうね。そうすごい、ね、だから一番大事なのは、うん、この時俺はどういうつもりだったとか、うん、でその自分はうなぎ払うつもりだったとかは、うん、もうそれ事実確認できないから、うん、そこはもう全部取っ払って、はあ、その時系列整理して事実だけを見ることが大事なの、うん、何を学んでる小竹正義か。渡辺裁判、面白かったね。渡辺裁判でございました。ということで、すべての宛先は ht@tbs.co.jp ht@tbs.co.jp、 すべて小文字で、ハライチの H とターンの T です。 TBS ラジオでお聞きの皆さんは、この後木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキでお楽しみください。ということで、今週はこの辺で、ハライチさんと岩井ゆうきでした。また来週、また家に帰ったら、まず手洗いを。手洗い習慣はとても大事なこと。自分でできる大切な人を守る予防策。まずは手洗いから始めよう。牛乳石鹸、良い石鹸。真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎は、ミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から開催します。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。 TBS ラジオ、
ことして、うん、でも太鼓はすぐびっくりしちゃって、まあ、びっくりするね、うなぎは怒るって言ってたけどなって思ったらしいんだけど、うん、柴田が顔見たらなんか本気のトーンで言ってたからあその時に太鼓 はってそうっすよねって、うんうん、言ったんだって、うん、でもこの太鼓が連れてきたさらに後輩の家事はなんか かわいそうじゃん、なんか、うん、まあそうね、うん、で太鼓が一応連れてきてるから、うん、いやこいつのお会計どうしようかなみたいな太鼓は思って出たらしいの、うんうん、でそのまごまごしてるうちになんか戸川がいやいやここは俺らが多めに払おうよっておうおう、うん、あのし先輩二人が1000円ずつ多く払うことだった。先輩二人が、うん、はい、そう、1000円ずつ多く払うことだったって。出して多めに。でも太鼓はおごってもらえるって聞いてたけどなってなった。まあって言ってたからね、うん。さっきね。でそのまま店出て、うん、もうその時点で太鼓は目の前が歪んでたらしいんだけど。そんなに、うん、そんなどういうことって、うん、おかしいなーって。でも一応。なんか1000円ずつ払ってもらってるから、うん、ごちそうさまですって言ってもらってあ見せてたとこで
しようかなっていうね、うん、言葉を。一応言ったんだって。言ったんだ。で、その後帰りも、まあ、太鼓の運転だったんだって。うん、で、こう先輩たちを家まで送って、ああで、ここで、このレンタカー代とガソリン代はどうなるんだっていう話じゃないですか。はい、うん。で、これが、全くの4人の割り勘だったって。はぁ。いや、さすがに、ちょっと、太鼓自身も、ああまあ、そのね、自分はあれだけど、その、後輩の額は悪いから、ちょっとその分は、ちょっと払ってあげないとかなって。なんだかんだね、まあまあの金額になっちゃうよな、それね。いう動きをしてたら、それをなんか察して、またこの先輩二人が、1000円ずつ多く出したんだって。1000円ずつだけ出す。そう。で、その先輩二人と、こう、下ろして、別れた時に、まあ後輩二人になって、太鼓が火事に、ごめんなって、言ったっていう、ちょっと嫌な事件があったらしいんだ。まあ、ちょっと嫌な事件だね。うん、確かに。で、これをこの間、その話を聞いて、実は、太鼓はね、犬コネクションさんのラジオにこの間呼ばれたんですよ。ほうほう。うん。で、スタンド FM ってところでやってる犬小屋ってなんかラジオなんですけど、つって、ゲストでやってその事件のこと話してきましたって言ったから、俺はその飲み会の後にね、犬コネクションのラジオを聞いたの。はいはいはい。うん。話聞いたからね。それが、その静岡うなぎ事件っていうのが、3週にわたってやってたんだよ、なんか。ラジオで。うん。そう。すごい特集組んでるじゃん。うん。で、はあ、その3週っていうのも、1週目に、普通に戸川が、その相方の杉浦ってやつに、その、うなぎ食べに行ってきたみたいな話を。エピソードトークをして。ああして、ああ。で、そしたらその杉浦ってやつが、ちょっとおかしくないって、そう後輩かわいそうだねみたいな話になって。うん。で、じゃあ、来週太鼓を呼ぼうよっていう話になって、ああ2週目に太鼓が出て、ああその事実を、バーッと喋って、で、これでも、柴田の意見も聞かないと分かんないな、みたいな話になって。はい、もう一人の先輩に。で、三週目に、その柴田を呼んで、で、太鼓と、その、カジってやつも来て、結局その5人でラジオ。みんな集めて。やってたんだけど、で、俺それ全部聞いたときに、なんか三週目で、この柴田が出てきた時の、この言い分が、いやなんか、ちょっと言い訳がましいっていうか。あれ？なんか意外だな。うん。そんな感じ？柴田？なんか柴田も、なんか最終的に、いや金のことで、やっぱ旅行中にごちゃごちゃ言うの嫌だったんで、みたいな。なんかそんな何金欲しいのみたいな感じのテンションだったんだ。で、そんな感じのなんか論点がずれた言い訳に、ちょっとだけ言いくるめられて全員が。後輩たちも。うん。なんか柴田のテンションに、やっぱ同期のやつもそんなになんか強く言えないというか。柴田がちょっとこの強めの空気をまとってるからね。そうそうそう普段からね。後輩もなんか言えなくなっちゃって、太鼓もなんか釈然としないまま、その放送がなんか終わってたのね。で、俺も、そのラジオの後に太鼓に会って飲み会で話聞いてるってことは、あんま納得いってないね。だからちょっと聞いてくださいみたいなね。そうそうそう。テンションなわけだね、太鼓、うん。いや、だからこれ多分納得いってないんだろうなって思ったから、ちょっとこれもう一回集めようと、俺は思ったの。岩井兄さんが、そう。岩井が動く。ちゃんと話を聞いて、なんか誰に責任がこれはあるのか、この事件にとって。はっきりさせようと俺思ったわけ。うん。で、後日、こう、池崎と仕事だった日に、その後飲もうってなったから、ちょっとそのメンバー集めようってなった、ね。ここしかない。うん。で、まあ、居酒屋に呼ぶんだけれども、なんか、俺がやっぱ、